こんにちは金子良しもです、えー。それでは今日もニュースをお届けしていきたいと思います。今日のニュースは、歯科助手免許、病院役員、維新の国会議員、公職選挙法違反の疑い、経歴詐称というニュースでございます。こちらでございますね。日本維新の三崎議員に経歴詐称の疑いというです、ね、ニュースになります。 で、え、三崎、えー、まき議員と言いますと、ですね、まあ、衆議院議員でございますが、まあ、維新のですね、議員でございますが、このようにですね、名古屋のですね、河村隆市長と仲睦まじいですね、シャツショット写真があですね、えー、ツイッター上に、えー、ですね、たくさん投稿されているんですね。これ、河村隆自身が、ご、ご自身がですね、このように投稿しているんですね。うん で2019年の参議院選挙、愛知からです、ね、出馬をしていますが、この時減税日本です、ね、地域政党の減税日本がこの擁立をした人物なんですね。そして、日本維新の会とも連携して支援をしていた人物ということですね。ですから、まあ、これは河村隆勢力でもあり維新、維新の人間でもあったという人物が、参院選から出馬をして、 おりますでこの時は落選をしてしまったわけなんですが、実はこの参院選の時にに使用したプロフィールが問題のですね、この経歴詐称があったという疑いがあるということなんですよね。で、昨年の衆議院選挙でもですね、この三崎真紀氏がですね、日本維新の会、そしてこの、まあ、減税日本からですね、 え、出馬をしておりまして、で、え、まあ、衆議院選挙で当選をしているということになるんですね。で、えっ、ー、とですね、あ、このときは、あまあ、日本維新の会の、まあ、公認ということになりますね。はい。で、え、三崎牧議員というのは、もともとフリーアナウンサーを長くやっていらした方ということなんですね。 で戸籍名がですねまた別なんですよね、小出牧というのが本名だということになりますね。現在は日本維新の会所属の衆議院議員ということになると。で,です、ね、問題のプロフィールなんですが、こちら、アエラに乗っております、ここなんですよね。 ちょっと見づらいんですけれども、こちらが参院選挙のときに使っていたプロフィールということなんですね。アジア大学の非常勤講師というですね、ここが問題になっているということなんです。で、ALA の記事なんですけれども、えーですねまあ、これを見ていきたいと思いますが、このときのです、ね、参院選のときの経歴が虚偽だとしてですね、 この東京都の男性からですね、名古屋地検に刑事告発をされたということになるということなんですね。で、このアジア大学非常勤講師との経歴を載せたわけですが、同大学での講非常勤講師を務めたことはなく、当選を得ようと虚偽の経歴を掲載したという告発状だったわけですね。 で、え、三崎氏は、参院選でも落選をして、衆院選では、え、愛知の5区から出馬し、比例復活で当選をした人物だということですね。で、衆院選の時には、この非常勤講師の経歴はなかったということなんですね。 で、えですね、この19年の参院選の時ですね、このアジア大学の非常勤講師ということがですね、書かれていたわけなんですね。で、アエラでは、この、減税日本に三崎氏が提出した経歴などが書かれた書面のコピーを入手したというんですね、どのように入手したのかっていうのが書かれておりませんけれども、それを入手したというんですね。 でパソコンで打たれた経歴が並ぶ中、最下段に手書きでこの非常勤講師というふうに書かれていたというんですね。でそれとともに、三崎氏が残している手書きのメモには、アジア大学の非常勤講師の後,の後に、2013、2015、2016とあった。当時、三崎氏を面接し、選挙候補の作成に関わった現在日本の党幹部はこう振り返ると。 現世日本では最初別の,候別の候補者を検討していたがダメになり、この別の候補者というのが、あの、愛知県,県知事のですね、リコール運動ありましたよね、リコール署名運動ありました。あの時にですね、事務局長を務めていた、あリコール運動のですね、署名運動の事務局長を務めていたですね、えー、維新の人物だったわけですね。で、この、そこの人物が、 離しししててまったたためにでですすねねその後釜を探していたというんです、ね、でこの時、急遽、他県の元知事の推薦。この他県の元知事っていうのは、えー、誰かというと、これがですね、神奈川県知事の人間だったわけですね。この人間も維新の人間なんですね。これ、後ほどやりますけれども。 この推薦があって、三崎市を擁立する話になった。選挙広補の作成も必要なので、面接の際は履歴書などを持参するように伝えた。面接している時にこのアジア大学の非常勤講師をしていたとの話があり、三崎市自身がペンで履歴書に書き込んだんですと。2013など具体的に勤めていた年度を話し、メモにスラスラと書いていきました。選挙に出馬しようとする人物が嘘をつくこともないだろうというふうに信用したというんですね。この点について、アジア大学側に取材を申し込んだけれども、個人情報 なののででお答答えできませんとと回答だったということなんですねでこれ、ですねの後ほどこの後やりますけども、河村隆氏がですねアジア大学に,しに確認したところ回答し、回答があったというんですよね、このアエラだとこの個人情報でお答えできないっていうんですけれども、河村隆氏が問い合わせると確認できたという、これは何なのかということですよね。 でしかしですねアイアド、アイラドットが入手したアジア大学が3月に作成した内部資料には、三崎牧そして本名の小出牧という名前の人に、地上金講師を委託した記録はないと書かれていたと。これ、アジア大学の内部資料にこのように書かれていたというんですね。なので、このアジア大学側の記録には残ってなかったわけですね。 で、この河村市長にも詳細を確認すると、現在日本の中でも三崎市の経歴を確認すべきだという話があり、19年の参院選の履歴書なども含めて調査した。アジア大学からあ三崎市が非常勤講師だったことはないという内容の回答のを文書で得たので、三崎市に事情説明を求めようと4月終わりに電話を入れたが応答がなく折り返しもない党としては三崎市のと連絡が取れないので、これ以上調査のしようがないということでですね、まあ 全くこう、その電話に回答しようとしないし、えー、音沙汰がない、音信不通というような状況で逃げ回っていると。<laughs> という状況なんですね。と話した。その上で、弁護士と協議して刑事告発するかどうか最終的に決めようと考えていた段階だ。疑いを求たれる時点で候補者として失格だ。現在日本公認としたことに対して有権者にお詫びしなければならない。情けないことだ。ということで、非を認めているということですね。今更何をということが感じられますね。えー、ということで、河村氏と。 昨年の新選は日本維新の会単,単独の公認だったと。選挙区の愛知国は大村秀明。 愛知県知事へのリコール署名偽造事件で逮捕起訴された田中貴博被告後半中が当初日本不新の会から立候補する予定だった事件が発覚し田中被告が出馬を撤回その後三崎氏が候補者となったということでこの愛知県のリコール署名の大量偽造問題この主犯格であった田中武 高博ですね逃げまとっていた末に逮捕されたという人物でございますがこの人物が実はこの愛知5区から出馬予定だったけれどもこのようにして出馬を撤回したのでその後釜としてこの三崎氏が候補となったということなんですねで詳細な経緯について日本維新の会のこの愛知県総支部代表の杉本衆議院議員に聞くと田中被告の事件後リコール問題のリコール事,故リリコール事件の後 三崎市から愛知5区で出馬したいとの申し出があり、昨年8月に総支部の幹部と2人で面談をしたということですね。これから愛知維新ですね。愛知維新の代表、支部代表ということですね。で、実は当時から 三崎市の経歴にまつわる疑念があったと私はそこを指摘して、大丈夫ですかと、三崎市に確認を取り、問題ないという答えでしたと。本人に確認したら大丈夫ですって答えますよね。それでも私には腑に落ちてないところがあり、ここから重要なんですが、党本部、維新の会の党本部に上申書を出し、三崎市が候補者の公認にふさわしいか、そちらで判断してほしいと依頼をして、そして最終的に決定したということなんで、この件は日本維新の会の 党本部もですね、確認をして、承認をした件なん,だなんだということなんですね。ですから、この愛知新側としては疑念を持って党本部に確認をしたけれども、その回答の結果、あいいんじゃないかということで、三崎市に候補,が決、ま、候補者が最終的に決まったということなんで、これは党本部は知らなかったなんていうことは、これは言えないということになっているわけなんですね。そして続けると。 河村市長からの連絡もあり、アジア大学非常勤講師が、 虚偽の可能性があると聞かされた。事実なら大変申し訳なく思う。経歴殺傷は絶対に許されない。この三崎氏は疑念についてきちんと答えるべきであるということなんですね。ですから、この愛知維新としては、この党本部も関係してるんだよということを言っているわけなんですよね。じゃあ、この維新の会の党本部、どのように対応するのかということが注目されるということになります。 わけですねで。愛知県では過去にもこの経歴詐称大きな問題がありました。1992年の参院選で、えー、このラジオパーソナリティで知られていたこ井、えー、この新居間正嗣氏が、この当時の愛知県選挙区から出馬。 して当選をしたというんですね。しかし、選挙候補に書かれた明治大学中隊が虚偽,虚偽であることが判明して、職員に選挙法違反、虚偽事項公表の罪に問われ、94年に有罪が確定し、当選は無効となったということなんですね。なので、この三崎市のこのが経歴詐称があですね、この 本当で、もし本当であったとなればですね、現在の衆議院議員も、についてもですね、辞職を余儀なくされる可能性っていうのが、これで出てきているわけなんですよね。 で、え、美崎氏側に事実関係を確認するため、携帯電話に連絡をすると、お美崎先生ですかそうだ、そうです。が、と答えたと。で、マスコミですかというふうに、慌てた様子でい突然秘書という人物に電話を代わり、他からもそういう問い合わせがありました。今の段階でコメントすることはありません。との回答があったということなんですね。でですね、先ほどの、お もともと日本維新の会が、えーね、この候補者として考えていた人物というのが、この愛知のリコール署名運動のですね、大量の偽造署名を行っていたこの田中隆弘というですね、維新の会の人間だったわけなんですねで。この人物を擁立しようとしてたんだけれども、この問題で、その、リその、 出馬を辞退した。その後釜として、佐々木、美崎氏があ名乗りが、名乗り上げたということなんですね。で、田中隆宏というのは、あこのようにですね、日本維新の会の人物でありました、えー。ということなんですよね。で、このようにですね、衆院選の時も、 このように田中隆弘というふうにですね、維新の候補者として名前が記録が残っておりますということなんで、このリコール問題の後ですね、日本維新の会を離党しているんですけれども、このリコール問題を起こした時点では日本維新の会に所属していた人物だということがこれでバッチリ記録残っているということですね。 でそしてこの件について、スーニコパパさんからの情報提供なんですけれども、このアイランの記事にある2019年の参院選で三崎市を紹介した元知事、元知事,元知事経験者とは、神奈川から維新公認で出馬する松沢成,成文元神奈川県知事ですということで、情報提供いただきました。えぇ、ー、しげふみですね。松沢重げ いいですね。で、この方はもともとですね、えーまあ、衆議院議員をずっと長く、うん、3期ぐらいやってたのかな、に、えー、やってましたね。そしてその後、神奈川県知事を 2, 2, 2期務めた上でですね、東京都知事選に出馬するんですが、落選をしてしまって、その後ですね、神奈川、神奈川県からですね、参議院選挙に出馬して当選ということで2期務めてですね、 おりますね、えー、ということで、その後ですね、えー、みんなの党、次世代の党、そして、えーまあ、あその小池さんが立ち上げた希望の党ですね、でその希望の党がからですね玉城さんが国民党というのを一瞬作って、国民民主党ということで、民進党と合流していくんですけれども、その時にですね、えー、この 希望の党のうちの残ったメンバーで、またさらに新の、新希望の党っていうのを作るんですよね。えそのな、ので、玉木さん国民党という形で抜けて国民民主というものを作って民主党と合流していくんですけども、この残ったメンバーが、また新しい新、新しい希望の党っていうものを作ったんですね。この時の代表になったのが、この松沢茂文というですね、人物だということで、で、この、 まあ残ったこの希望の党ですね希望の党の、新しい希望の党の代表として残ってです、ね、維新と統合していこうとするわけですが、維新に九州合併を考えていくわけなんですが、反発にあいまして党を辞任しているんですね。なので、日本維新の会との合流を目指す意向を表明したけれども、存続を主張する党内の反発を受けて辞任と、でここから日本維新の会に入ったという人物でございます。 でこの人物が今度のですね参院選にこの神奈川の選挙区から出馬をするということが決まっております。はい、なので、この人物がこの三崎真希氏をです、ね、その候補として推薦をしたという先ほどアイラの記事にもありましたけれどもこの人物だと。 この他の他県の,元他県の元知事の推薦もあって三崎氏を擁立する話になったというこれが先ほどのこのです、ね、人物だということですね松沢重文氏だということだということになりますでこの件なんですよけれども戻りまして 三崎市の件なんですが、三崎議員の事務所は単発で講義を担当していて非常勤と解釈してしまったというふうに回答してるんですね。単発で講義を担当していることをですね、非常勤講師だというふうに認識をしていたと言っているわけです。認識が甘かったとした上で、 え、経歴詐称はなかったと説明しているというふうに言ってるんですけれども、詐称があったかどうかっていうのはあなたたちが,が判断することではないと。あなたたちの認識が間違っていたということを認めてもですね、経歴詐称であることには変わりがないですね。えー、このアジア大学側が非常勤講師としての記録がないというふうにですね、えー、記録がなかったわけですね。そのアジア大学側の記記資料には記録がなかったわけですから。 この三崎議員事務所側が何と言ってもですね、いやこれはあ多はなかったという資格はないわけですよね。これを判断するのは、やはりアジア大学側の資料、もしくはあ、その報酬を受け取っているのであれば、非常勤の手当として出ているというような、あそういうですね、えー、記録が残っているはずですから、それを出せば進むと。 ということですね。で、こちら共同通信の記事なんですけれども、同じくですね、事務所側が取材に答えてますね。2015年度に1年間国際関係学部の講師を務めていた。1年間務めていたそうですね。1年間務めていたらまあ非常勤講師だということをとしても、考えられなくもないと。大学側から講師料も振り込まれていると疑惑を否定していると。経歴詐称はしていないというふうに、えー、ですね、根拠を示して明確に否定と。 で、非常勤と記載したのは、常勤ではなかったため、非常勤と記載して問題ないとの認識だったと。<laughs> それであれば、講師というふうにすればよかったのではないか。もしくはあ、講師経験ありっていうようなことで書けばよかったんですけど、非常勤講師という,こというふうに記載してしまったということなんですよね。それはまあ、非常にも問題ですよね。で、 この件ですね、河村隆氏が大学側に問い合わせをして、非常勤講師を委託した記録は見当たらなかったと大学側が回答していたことが、この河村氏への取材で分かったという共同通信の記事です。ですから、この大学側はですね、調べたんですよ、記録を。でも、この三崎市は、この非常勤講師を していた記録っていうのは見当たらなかったという、大学側がもう答えてしまっているので、これ詐称がほぼ確定だということではありますよね。ここまで来ると。で、これヤフーコメントなんですけれども、非常勤講師は部局の教授会を通した上で、非常勤講師として雇うという公式の文書が交付されるものですから、勘違いが起こるはずないですね。ということでですね。えー、まあそのようなことらしいんですよね。 え、授業内で単なるゲストとして呼ばれるのは担当教員の胸三寸のもので明確に違うというふうに書いてありますねもう一人の方非常勤講師という立場は非常勤講師契約を持って成立しているのでそれを出せば終わりなんだというふうな 回答ですね。出せないなら単発講師で、それ、ひ、えー、ひ、それは非常勤講師とは違うんだと。えー、文科省基準のそれに従うのが、学校法人の規定なんだと。え、講師料の源泉徴収対象かどうかも、それで選別されるというふうに書いてありますね。非常に具体的に回答されてますね。えー、このあたりですので、えー、三崎牧氏がですね、それを提出すれば、もう終わりなんだということなんですよ。この契約があるんだったら、それを出せば終わりなんだということなので、 それを提出すれば本当であればですね。殺傷じゃないのであればそれを提出すれば済むんだということです。そしてもう一人の方。ここにですね、京林大学の非常勤講師の方書きも嘘の可能性が出てきたなと <laughs> いうことが書かれてますね。なかなか目ざといですよね。もう一回このプロフィールに戻りますと。 このアジア大学非常勤講師の下にありました。教林大学非常勤講師と。この人非常勤講師というのが、まあ、あの、箔がつくというふうな認識をされていらっしゃるということでしょうね。うん。ということなので、この教林大学非常勤講師についてもですね、これは詐称の疑いが出てきました。ということですね。 で、もう一方です。出てくるんですよ。お経歴詐称はアジア大学非常勤講師のみならず、名古屋大学病院役員もではという,うに書いてあるんですね。で、これは、この三崎牧師の公式ページのプロフィールを見ていきますとですね、ここに載ってるんですよ。名古屋大学附属病院にて役員、えー、そして、ありますね。 この名古屋大学附属病院って役員を務めていたって、えー、これフリーアナウンサーが病院、大学病附属病院の役員を務めていたことで、えー、これ非常に私もですね、んって思いましたね。ぬ,ぬっと思いましたね。そして福音、副院、副委員長秘書というふうに書いてあるんですね。はい。なんか、ちょっと異色、異色の経歴だなというふうに私もですね、違和感を感じたんですけども、おこのツイートをですね、横ちゃんずさんの情報提供によって、えー なるほどと思いました。これ、名古屋大学附属病院にて役員、副委員長を秘書ってあるけど、役員と副委員長の間にスペース開けたら、まるであなたが役員やっていたからように見える。<laughs> これもわざとかって。<laughs> あ、そういうことなのねと。これは、この,この,この名古屋大学附属病院の役員兼副委員長だった人の秘書をやっていたということで、<laughs> このように解釈すれば、あ、なるほどと、この役員、副委員長の秘書をやっていたんだというふうに取ればですね、あ、なるほどと、あそういう秘書をやってたんですねということが分かりますよね。ということでね、これスペースをですね、開けたのがちょっとですね、誤解を与えかねないですね。あ、なんだ、この人すごい役員やってたんだっていうふうな印象操作。 にもなるる可能性が出てくるということなんでこの辺りがですね、非常にずさんであるということなんですよね。この辺りもですね、ちゃんと説明をする必要があるんではないでしょうか。でですね、これも、さらにですね、林健さんからの情報提供なんですけれども、経歴に歯科助手免許と記載していますか歯科助手なる免許というのは存在しないと、<laughs> 存在しない免許を取得していると虚偽記載して、 になるのではともう一回ですね、このプロフィールに戻りますと、確かにあるんですよ。この資格免、資格免許っていうところにですね、日本歯科医師会の歯科助手免許、愛知県歯科医師会の歯科助手免許とあるんですね。これ、私、見たときに知らなかったので、全く違和感なかったんですけれども、調べてみました、歯科助手というのは免許がないのかどうか。 こちらのですね、ユーキャンのページにありましたね。歯科助手になるには資格は必要なんですかという質問に対してですね、このように書いてありますね。歯科助手になるために資格は必要では、必須ではありませんと。ただ、まあ、その資格自体を発行している民間団体とですね、はありますよということらしいですね。 ということなので、えー、免許なるものは存在しないと、うん、で歯科衛生士については国家資格が必要であるということが書かれておりますので歯科助手というのは国家資格などは必要ないよつまり免許とか必要ないよということになるわけなんですね。 なので、このですね、三崎牧氏のプロフィールに書かれている主観女子、免許なるものは存在していない、存在していないものを、さもですね、これは、あ有資格者のようなあ印象を与えるという、これもですね、経歴詐称に当たるのではないかと。ですから、これも、叩くと誇りだらけのプロフィールであるということが分かってくるわけですね。 でこの辺りの全てですね、その、証明できるものがあるかどうかっていうのは提出させる必要があるのではないかというふうにですね、思いましたね。ちなみに日本歯科医師会の歯科助手資格というものはあるそうですね。調べたところ。歯科助手になるための養成講座みたいなものがあって、資格は発行しているということですが、免許はないですね。はい。この辺りもちょっと虚偽のあである可能性が出てきましたね。 でですね、これスーニコパパさんからの情報提供なんですけれども、香ばしいツイートがありますよということで教えていただきました。三崎牧氏の講演会には愛知県知事リコールにも関わったあ右翼差別主義団体の愛国クラブというですね、この団体のメンバーがずらり顔を揃えていますということらしいんですね。で、これが、 えー、この写真で、三崎牧師のこの右側にいる人物が、 これがですね、三崎牧氏の知名度向上委員会の子会長も務めていた人物で、この人物が愛国クラブというですね、えー、まあこの右翼,、まあ、右翼団体と称されているもの、右翼団体かどうかっていうのは非常にこの極めてグレーなんですけれども、右翼団体と称されているこの愛国クラブの人物、代表であるということなんですね。この人物から、まあ、このように絶大なるですね、講演、 応援を受けているというのがこの人物だということらしいんですね。で,、えーですね、このように、えーまあ、よくですね、けんか、えー、のスピーチをやったりとかしてるわけですね、対中国に対してのお、まあ、いわゆるヘイト外線などを。 やっているそういう団体らしいんですがこの団体の絶大なるです、ね、支援を受けているというのがこの三崎真紀氏ですねこの伊藤邦彦なるです、ね、愛,国愛国クラブの代表がこの知名度向上委員会の会長を務めて絶大なる支援をしているということになるわけですね。 はいということで、まあ、この愛国クラブについて私自身はあまりですね、知識、情報がないので、ここまでになるんですが、あの愛知ト,レトリエンナーレの署名運動、リコール署名運動の時にですね、河村市長の横に座って、横にいてですね、えー、まあ座り込みをしているとかいうことでよくですね、えー、まあ共に活動をしている人物であるということらしいですね。はい以上、参考情報ですね。 でですね、この件、この経歴詐称の件ですね、さすがにここまでですねネットで拡散されて、各ネットニュースが取り上げますと、日本維新の会、愛知の、愛知維新のですね、代表、 支部長からですね一応、この三崎真紀氏大丈夫かというです、ね、打診を受けて大丈夫だというふうに、ね、承認をしてしまっている手前、この日本維新の会の党本部としてもです、ね、動かざるを得なくなってしまっておりまして昨日馬場代表、馬場共同代表がですねこの件、三崎真師氏に対して経歴証明の資料を11日までに党に提出するよう 指示したと記者団に明らかにしましたということで、え三崎牧氏はこの経歴殺傷の疑いを晴らすための証明できる資料なるものを、このお、ま、党本部に提出をしなければならない状況になったということで、非常に苦しい立場に追い込まれてしまったということですね。もしこれでこの疑いを晴らすことができないようであれば、これは公職選挙法違反を犯してしまったことになります。えー、ので、 えー、この、議員の座というものが失われるというですね、辞職、議員辞職、そして、えー、離党に追い込まれる可能性が非常にありますね。日本医師の会っていうのはですね、えー、あるところまで仲間、身内に甘かったりするんですけれども、このようにですね、えー、この不祥事が明らかになるとですね、バサッとですね、バサッと、辞職。 をさせ、したり、除籍というですね、非常に厳しい処置をちらつかせると。そして本人が、それは厳しすぎるというで,ですね、えー、本人の意思で離職をするということにして、えー、その処分を甘くしてですね、えー、まあ離職扱いにすると。離職と除籍の違いっていうのは昨日も触れましたけれども、除籍してしまうと、もうい一切ですね、その党に戻ることを復党ができない。しかし、離職扱いであれば、 復党が認められるということなのでですね。えー、まあ、ある時期、ある期間を経るとですね、いつの間にかしれっと、この復党をしているというケースが、日本維新の会の場合にはあるということなんですね。まあ、このような状況に追い込まれているということなので、これはですね、厳しく対応しないと参院選に響きますように、維新の会っていうことなんですよね。はい。ということで、まあ、今日は以上なんですけれども、 本日の夜9時半からですね、J 氏とのですね、この、まあ、ライブ配信やるんですけれども、今回、この、大阪 IR についての完結編ということで想定をしていたんですけれども、この橋本徹氏のですね、えー、まあ、この上海電力疑国、これがですね、ネット上でものすごく今、広がっておりまして、 この橋本徹氏が、のスタッフがですね、この橋本徹アカウントから投稿した、この番宣の投稿があります。このですね、リプランが荒れておりまして、上海電力祭りになっております。はい。j さんも <laughs> 突っ込んでおりますけれども、このようにですね、上海電力の先島メガソーラーの写真が貼られていたりとかですね、 えー、もうこの、やみくまさんの動画ですね、ヒ素が、ヒ素によって、えー、この土壌汚染がされている山口のメガソーラーですね、上海電力が管理するメガソーラーの件とかですね、えー、もうこのように、あ、これ山口紀之氏の 花ナダの記事ですね。えー、を貼り付けたりとか、こう、上海電力とかですね。もうこう、リプラン、全く関係のない、上海電力祭りになってるの。上海電力、上海電力。まあこれによってですね、昨日ツイッターのトレンド入りをしてしまったんですね。上海電力がトレンド入りしてしまったということになったんですよ。で、なので、橋本トルシーはですね、この、お、おとといと、お、その前の日は、全くツイートしてないんですよ。 全くツイートしてない日があったわけですよ。これツイートするとですね、このように上海祭りが始まってしまうので、えー、山崎春のパン祭りっていうのはありますけれども、本当にですね、橋本徹の上海電力祭りがこう始まってしまいますので、えー、投稿を控えているんですよ。もう、もうこれ、 も,ものすごい数ですね。上海電力。この方もそうですね。上海電力、上海電力なんですよ。ということなので、えーあのですね、急遽ですねあの。しかも j 氏がですね、またすごいネタを引っ張ってきまして、見つけてきたんですよ。でで j、氏のツイッター と、フォロー、ツイッターフォローをしている方はですね、この J 氏の連投による、この、橋本徹氏と上海電力の話がですね、なんと1対1路までこれ発展してしまいました。で、その1対1路についてですね、さらに闇の深いですね、情報がどんどんあの J 氏によって暴かれつつあります。で、昨日もこの、 ライブ配信の打ち合わせを夜していたんですけれども、もうカジノどころの騒ぎではなくなってきてしまっている。もちろん大阪 IR についても非常にですね、地元住民の方にとっても非常に重要なテーマでございます。なので、全く明日、今日のですね、ライブ配信でこのカジノについて触れないということはないんですけれども、 もう大阪 IR については我々の結論がですね、もう出ておりますので、ギュギュッと圧縮してですね、前半もう30分ぐらいでこのカジノの話はもう結論を出して、後半の部分はもうこの一中国のですね、一帯一路構想というものと、この上海電力義国について、そして大阪の港湾局が この中国の一帯一路構想に今組み込まれつつあるという話。そしてこの大阪のこの港湾局の一帯一路への組み込み。これにですね、あの人物が、実はあの人物が関わっていたと。警視ですね。もう正解を引退した警視がですね、実は関わっていたということが明らかになってきております。で、これ知ったときですね、私ちょっと言葉にならないぐらい愕然としました。 これ、日本政府がどこまで関わっているんだろうかと。というのも、一帯一路構想を日本に引っ張ってくるのに対して、通常であればですね、林義正外務大臣、それから経産省のトップである、この萩生田経産省大、経産省ですね。この二人が絡んでいないはずがないんですよ。中国の一帯一路構想に組み込まれるわけですから。 うん、これにですね、この二人が絡んでいないようなんですね、実は。このあたりの話も含めて、明日はですね、ちょっと上海祭りになりそうですね。明日の、あ日失礼しました。今日のですね、今日の9時半からですね、この J 氏との対談は、上海電力義国祭りになりそうです、後半は。 ということなので、これはですね、非常にディープな対談になると思いますので、ぜひぜひご参加いただきたいなというふうに思います。はい。ということでですね、連休も今日明日で終了ということになりますけれども、もう本当にですね、橋本徹の上海電力祭りが盛んに行われているということでは、今日もですね、夜、 うー我々これを突っ込んで、突っ込んで突っ込んでいきますので、ぜひぜひご参加いただければと思います。はい。ということで、今日のニュースは以上となります。また今日のライブ配信で、今夜のライブ配信でお会いしましょう。